どうも、なおちんです。海賊無双4やっていきます。よろしくお願いします。今日はコメントありがとうございます。スキルセットの最適な構成を教えてほしいということですね。ありがとうございます。とりあえずダウンロードコンテンツが入る前の最適なセットを入れていきましょう。まず起死回生の力に起死回生の体、そして特殊技強化に本気バースト強化でヒーローの力、俺はねこれをテンプレとして使ってました。うん、これがまあ攻撃力がかなり上がって間違いないかなと思うセットでしたね。でダウンロードコンテンツでスロットが2つ増えました。そこをどうするかですよね。うん。で、新しくスキルが5個追加されて、ロケットマンとヒートアップ、テンションアップ。これはね、俺は入れなくていいかなと思うんですよ。うん。これは入れずに火力を上げたい。となると、獅子奮陣なんですよね。でも、この消波、アーマーブレイクしなくても、常にアーマーブレイク状態のダメージが出せるっていうやつがあるんですけども、これもね、アーマーブレイクしちゃえばいいんですよ。しちゃえばいい。なので、これが今のところ俺の最適かなと思う構成ですね。起死回生の力、起死回生の体。で、特殊技強化に本気バースト強化、ヒーローの力、獅子奮陣ですね。はい。まあ、とりあえず、これで戦っていきましょう。それでは、いきますね。HP ある程度減らしましょうか。この力、うん。赤まで減らさなくていいけども、黄色ぐらいまでは減らしたいと思います。あのね、起死回生の体、あれがレベル5に上がって、むちゃくちゃ強くなったんですよ。あのね、HP を赤にするのが、結構苦労するぐらい防御力が上がってる。うん。なんで赤にするのも結構一苦労です。OK。まあ黄色これぐらいでいいでしょうか。ね。うん。これぐらいでいきましょう。で赤犬使ってます。はい。OK。まあ本気バーストして戦っていきましょうか。あ、結構赤ぐらいまで減りましたね。うん、こんぐらい減ってくれると嬉しい。とりあえず、攻撃方やり方としてはアーマーブレイクした状態にして、で必殺技を打ち込んで、早っ早いって、むちゃくちゃ早い。特にね、杯は攻撃力バリバリ高いですよ。なのでその程度の必殺技がやばいぐらい火力が上がってます。うん、やっぱステータスがもともとが上がっちゃったので、それで強くなりすぎたんだよね。 OK。 もうブレイクして必殺技打ち込めば大体沈む、どんなやつでも。うん、それぐらいになっちゃったんで OK。まあ、やっていきましょう。でヒーローの力もね、意外と微妙かなって思ってる時期もあったけども、やっぱりね入れた方がいい。うん、まあ、攻撃力アップはまあ毎回発動するわけじゃないですよ。毎回発動するわけじゃないんだけども、 OK。 発動した時の火力がやばすぎて、これ絶対入れるべき。うん、はい3体同時かい。この火力だからね、本当に普通のキャラクターではちょっとありえないぐらいの強さになってますね、こいつは。うん、あと肩くりもね、むちゃくちゃ強くなった。うん、まあ、キャラクターによっては本当にね、なんて言うんだろう、もう超ぬるゲーです。ここもね3体同時に来て結構めんどくさいとこじゃないですか。ここもね一気にいけるのよ。 OK OK。 おお、ちょっと残った。キザルがどっか行ってるどっか行ってる、どこ。あー、いたいた。 OK。 はい、
で、こいつももうアーマーブレイクしそうだから、おー、ね、終わり。もう赤になったら、もう止められないぐらいの強さになりますね。はい、OK。そろそろ行く。 HP 回復はもう取られません。 OK、 HP 回復を取らずにできれば進んでいきたい。さっきのところもね、3体同時に倒せれば気持ちよかったんですけども、まあ3体同時っていうわけにはいかなかった。でも大丈夫、よし。ここはちょっと挟まれた。でもこれでひどい、終わり。何人でもかかってくるぞ。線を引いた。天国結構強いんだろうね。全然余裕だもん。正義は滅びる。多分もうこの状態で、あの攻撃力はカンストまで上がってると思います。うん、確か攻撃力は、5倍が最高だったと思うので、そこまでもうすでに上がってる状態ですかね。うん、しかもよし、アップデート前のステータスよりも上がってるので、それの5倍なのでさすがに強い。はい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 、なんか最後の一発ガツンって減るよね。異常だもん。覚えとけ、俺に恥かかせやがって。あ、あんまり見えないあんまり見えない。ちょっと待って、カイドウは、あ、いた。うん、よし、終わり。こいつはもう攻撃範囲が広くて使いやすいな、ほんと。ヒーローの力なんか発動しやすくなってないですか。なんかね、そんな気がするんだよね。ずっと攻撃力アップが続くような気がする。はい、ヒーローも終わり。早すぎるわ。でそのまま面倒くさいエースを打ち取れればいいかな。打ち取る。お前じゃ。おっしゃー、エースはね、めんどくさいのよ。見ろよ、名号よし、いいね白ひげはなんか名号で倒したいな。よし、でサボたちを行きまーす。ここに悪は立ち入らせん。サボたちもね、結構めんどくさいんで一気に倒したいところ。これは大物。どこいる？あ、いたいた。バタシオ、覚悟は必要なようだ。いけるか？徹底的正義を執行する。おっしゃー強すぎるやろ。ダメージがやっぱ異常に入るもんね。短縮か。で、騎士改正の体がもう強すぎて、ここからね、なかなか減らない、この赤になってからが。うん、赤になってからの HP の減りはね、もうえぐいよ。もう耐える耐える。で、これ、騎士改正の体が5になってて、力はまだ4のままなんだよね。これが5になった時の強さって多分ないよ。徹底的正義を執行する。あー、佐藤大丈夫？大丈夫か？前が来た。あ、いけた3体同時だったわ。俺と戦争を始める気か。よし、逃がしゃせ。よし、終わり。メイゴ強すぎる、強すぎるよ。はい、ということで今日は理想的なスキル構成でした。俺はこれがベストかなと思いますけども、まあ人によっては違うかもしれません。はい、ありがとうございました。